参考、早見春行祭が、絵本さよしぐれ巻後より、晩秋市移を残黒手は、のとと板村に現れたとされる妖怪。先行や間の井による、江戸時代の随筆、四不五六六冠、黒手切りに記述がある。慶長年間のこと。笠松神五兵という村人の家で、神五兵の妻が、便所に入ると、何者かに尻を撫でられるという怪異が起きた。神五兵は、 堀りの仕業かと思い、刀を用意して便所に入ると、煙らの手が出てきたため、これを刀で切り落とした。そして数日後、妖怪が三人組の層に化けて手を取り返しに来た。層の正体を知らない神五兵衛は、自宅に怪しい層があると言われ、苦段の手を見せた。手を受け取った層の一人が、これは神家の便所に住みつく黒手というものだと言った。さらに別の層が手を受け取り、 これはお前に切られた我が手だ。と叫び、九尺もの竹のある正体を表し、手を奪って三人もろとも消え去った。後日、神五兵衛が夕方遅くに、家への帰り道を歩いていたところ、突然空から襖のようなものが降りてきて、彼を包み込み、六から七尺も中に持ち上げ、下に落とした。気づいた時には、神五兵衛の懐から、黒手を切った刀が奪われていたという。 漫画家、水木しげるはこの妖怪を三本指で人間くらいの大きさの猿のような姿で描いている。ただしこの絵の元となったのは、江戸時代の古書、絵本さよしぐれ巻後にある晩州の祈談、晩州市移を残であり、黒手とは異なる。ありがとうございます。